皆さんこんにちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は40ページ31番の A になります。波長調4分の4拍子です。久しぶりにピアノでございます。ということで早速解明書の方やっていきましょう。この曲はですね、割とブレスの間隔が短くて、最初ね1小節と1拍でもすぐブレスになってしまいます。なんですけれども、このブレスはですね、ここで吸ってもらいたいからつけたというブレスだと思われますので、そのね後のブレスまで2小節ぐらいは続いちゃうよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ここはですね、フレーズの切れ目としてですね、ここで区切りをつけるという意味で、軽いブレスを取っていただいた方がいいと思います。やっぱりこのブレスの位置が決められているときはここで、吸ってくださいということですので、自分の、息の都合ではなくて、ここで間を取る感じですかね、そういう風にしていただけるといいと思います。急に砕けちゃいますけど、久しぶりにこの交流文芸をね、私今収録しているんですけれども、本当にねたくさんの方々から毎日のようにもう本当にね感動するコメントをいただいております。そして、先日のね先日って、これね随分経ってから見た方は先日っていつっていう感じなんですけれども、この収録の前にね、実は、初めてねライブ配信っていうのをやってで、ジャズピアニストの方とね、歌を歌っていたわけなんですけども、そこでですねかなり私の、チャンネルに登録してくださった方がいらっしゃるんですよ。でその方で、ね、またねそういうジャズの何かかなと思ってね、私の配信が出てきた瞬間ですね、何これみたいな、交流文献って何みたいなねそういうふうに思われてしまう方いらっしゃるかなと思いますので、ここから先はというのではないですけれども、そのこういうのねやってない方も、交流文献って何してるのっていうね話をちょっとしてみたいと思いますが、交流文献というのは、音楽大学に入る時にですね、入学試験の課題曲となる曲なんですよ。で、すっごく大変なんですよ。実はもうこれボロボロですけど、こういうね教則本がありまして、このね、本がですね90ページまであります。で、90ページの中にもうずーっとねこういう解明で読むためだけの歌詞のついてない曲がすごくたくさん入っているんですけれども、なんとですねこの本1冊の中から1曲当日指定っていう学校が多いんですよ。でね、これこの宿題ねかなり大変で、1冊の中から1曲って果てしないんですよ。練習するのが果てしなさすぎて、そして歌詞がついてない、伴奏もついてない、これを解明で歌うだけのねこの曲が激つまんないんですよ。この練習がですね本当に心が折れるわけですよ。なので、私がねこうやって YouTube でですね配信させていただき、もうね
交流文献って聞いただけででも心が折れてる人のためにですよ、ここで一緒に練習しませんかっていうね、そういうことで投稿させていただいております。これね本当ねつまんないんですよつまんないんですよ、美しい曲じゃないし失礼ですよね、練習曲だから、練習ですからね、まあ、スポーツとかもそうですけど基礎練習って好きじゃない人多いじゃないですかだけど基礎練習こそが大切なんですよ。私も30年ね音楽教室で教えておりましたし、その前にね自分も受験で、やっておりましたので、まあ約40年間この交流文献に、お世話になっておりますけれども、今になってですよ、40年経った今ですね、この教則本のすっごい大切さが今分かりました。遅うみたいな感じなんですけど、これねやっぱりねやった方がいいんですよ。で私もまあ、交流文献なんてみたいな感じでね、随分教えてはいましたけど、自分で正確に投稿するためにね正確に歌うっていう作業を、練習をしておりませんでしたけれども、これをやることでですね、私も自分で歌う時にですねすごくなんかその、ピッチとかリズムとかそういうのに対しての気配りがねちょっと変わったんですよね。やっぱり基礎練習はね皆さん大切ですので、つまらないけど私と一緒にやりましょうっていうことでね、ここでやっております。そしてですね、受験生向けの話になりますけど、まあ、受験生じゃなくてもね趣味でね声楽習ってらっしゃる方のためにお話ししますけれども、このブレスというものはですね、必要以上な時間を必要以上に時間を取ってはいけないんですよ。これ前の音符がね長いとよくあるんですけど、最初のね1小節目のとこ、これ本当ピアノで弾くとこうなってるんですよね。まあメトロノームに合わせるとこうなっておりますけれども、このソードって伸ばしてる音符が3拍あるので、なんかね結構ブレスの時間あるなみたいな感じで、全くね、まあ、8分9分から4分9分に近くブレスの時間取っちゃう人たまにいるんですよ。なんかソードなので一拍分休んでいいんですけれども、このブレスの記号のところでですね、必要以上に休んではいけないんです。で、休符もそうなんですけど、休符って書いてあるから休む音符って書いちゃうからみたいな感じでブレスもそうなんですけど、なんかね休むとこじゃないんですよ。休符は休むとこじゃないし、ブレスも休むとこではないんですよ、とこではないんですよ。なので絶対に次の音符を意識してブレスをしないと音楽がそこで止まりますので、ヨーロッパの方からするとですね、日本人はブレスに時間をかけすぎると、もうなんか瞬時にってまあ、って音つけちゃいけないんですけど、今いけなくない時もあるんですけどオペラの時とかね、とかねびっくりした時っていうね大きなブレス取りますけど、そういうのとはまあ別にしてですね、オーケストラの楽器とかもそうですけどとかね、そういう人いないじゃないですかいるのかな、トランペットとかフルートの方でとかね、そういう人あまりいないと思うんですよ。なんかでやっぱりその音って雑音として入りますので、あんまりね、まあ、ピアニストとかでもみたいな、ね、鼻みたいな鳴らして吸っちゃう人とかいますけど、いいですけどね、別にいいんですけど、まあそれも一つの音楽の一つに入るみたいな感じでね、あんまり音立てずにですね、もう合唱とか絶対やられますねとかね、一人で吸っちゃうとうるさいとか言われること多いですよね、そのブレスの音いらないですとかね
よく注意されちゃいますけど、これはですね、速やかにって吸いたいんですよ。で必ず次の音を意識してソードミファソソードもうミを吸いながらミを言う準備みたいなねそれが必要でございます。なのでいつも止まっちゃダメなんですよ。音楽ってここにいちゃダメなんですよ。常にこう前のめりな感じですね。まあ、走ってる時もそうなんですけど、ここでこうにあの足踏みするみたいに走る人いないじゃないですか。多分こういう風に走っちゃう人って遅いですよね。速い人ってこうに斜めにこうなってるじゃないですか。そうに、まあ、これは早く歌う必要はないですけど、次に行くためのですね、次の足の準備、こっちが上がっていったらこっちの足はもうこっち前に出す準備するじゃないですか。こうなんかこういう風にやるとなんかあのこれは足じゃないですけど手ですけどね、そういう準備が必要っていうことですよ。あのこれね、あなんとなくね見始めちゃった、ついてたから見てたっていう方いるかな、いないかもしれないですけど、あの普通にね皆さん楽しんで歌う時もですね、日本人ってここにあのとどまって歌っちゃう人多いんですよ。常に次ですよ。スポーツと全く一緒ですよ。あのよくね言われるのがあのテニスとかもね、あのちょっとだけやったことありますけど、こう打った後ねなんか自分の球をこうに見て止まっちゃう人とかいるじゃないですか。こう打ってねみたいな、もう次の構え、この振ったラケットは戻しとけみたいなね、よく部活で先生に怒られましたよねもう次も打つね、準備、体のこうどっちにでも行けるように準備してるじゃないですか。もうねそういうのをスポーツを見ながらもですね、サッカーの選手だってそうじゃないですか。あのボール蹴った後ねぼーっとねその自分の蹴ったボールを見てる人とかねいないですよね。もう次どうなるかってこうね、それと全く同じだと思います。そんな感じで、ね、次を準備しながら歌われるといいかと思います。今日はねあのブレスが結構短かったので、もう遅めではありましたけれども、大丈夫ですかね。なんでもう一回やっときますかね。まあいつもの通りですけど、もう一回やらせてください。またこうやってね喋りすぎてねちょっとね声が枯れてきちゃうんですけど、まあ、うまく歌えるかどうかわかんない、なんだそれって感じですけど、じゃあもう一回ねやらせていただきます。皆さんねまた頑張って練習してみてください。それではまた。皆さんいつもストベチャンネルご覧いただき大変ありがとうございます。このね動画が参考になったなって思われた方はぜひ高評価の方よろしくお願いいたします。またまだチャンネル登録されていない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。